ね、Hello!Hello! ね、ついてるんじゃないって、ついてるんじゃないって、英語でなんて言うんですかね。ラッキー。ラッキー。ラッキー。そう、そう、グね、このついてるんじゃない、一回今度英語の歌詞にして歌ってもらいましょうかね。あ、いいかも。じゃあ頑張ってちょっと英語にします。ね楽しそうね。はい、ということで、ここからの時間はルーシーズイングリッシュルーム、田代ゆり子さんです。こんにちは。お願いします。お願いします。はい、さあ、そういえば、まあ静岡市のみならず、今は、まあ、3回目のワクチンがね、あの皆さんこう接種券が届くのかなみたいなところだと思うんですけれども、あなたは、あ、私ね、ワクチンって最初綴りが V じゃないですか。ワクチンってどういう発音なんですか。ワクチンってカタカナをそのまま言おうとすると通じないですね、うん、ワクチンってと通じないですか。カタカナだから英語っぽいと思うんですけど、うん、はい、ワクチン、ワクチン、バ、あの V なんですね、下唇を噛んで、ワクチン、ワクチン、ワクチンの方がいい？あ、ワクチンの方が近いかもしれないです。ワクチン、ワクチン、ワクチン、うん、あ、それでワクチンって通じるのかな、はい、ね、あなたはワクチン打ちましたかっていうのは何て言うんですか。じゃあ Did you get vaccine? Did you get? あ、そうか、はい、Did you get? Did you get vaccine? でいいですか。はい、なるほど。 Did you get? なんですね。 get を使うんですね。はい、はい、なるほど、面白い。はい、では、今日は、どんなお話でしょうか。うん、今日はそろそろ、いろんな方が大変かな、高齢で苦しむ方もいるのかなと思うんですけど、ヘイフィーバー、ポロンアレジーと言います。何でしょう。アレジー、アレルギーかな。あ、花粉症、花粉症ですか。花粉症のこと、ヘイフィーバーとかポロンアレジーとか言います。ポーランアレジーですか。はい、ポーランが花粉なんですけども、はい、花粉のアレルギーがありますということです、ね、それはポーランアレジー、アレジー、あ、今すごいいいです、うん、ポーランアレジーですね、ちょっと覚えなきゃ。ポーランアレジー、yes. 花粉症、はい、あ、なるほど、はい、そう、その時に、うん、大丈夫って聞いたりしますけど、はい、大丈夫ってちょっと聞いてみてください。Are you okay? Are you okay? はい、はい、私も Are you okay? で用意してたんですが、はい、Are you okay? なんですが、その時に A を言わないで You okay? って言うと、はい、あんた頭悪いんじゃないの、頭おかしいんじゃないのっていう全然興味になるので、 Are you okay? で A をしっかり言いましょう。 Are you okay? Yes. はい、はい、You okay? って言うとバカなんじゃない、バカなんじゃないっていう感じになっちゃうので、ちょっと気をつけましょう。なんか私たちってなんか知らず知らずのうちにそういうこと言ってたらどうしようって思っちゃいますよね、知らないから。かっこつけてちょっと略してみたちゃったら意味が違うってこともあるので、 Are you okay? の場合は A は絶対に略してはいけませんよっていうことですね、はい、はあ、勉強になりますね今日皆さん、はい、はい、うん、で、まあ、Are you okay? って聞かれたら I'm okay と答えましょう。 I'm okay、うん、じゃあ You okay? って聞かれたらなんて答えたらいいんですか。はっはっ、あ、綺麗にですねマジっていう感じですけど、はい、花粉症の症状として、はい、まあ、代表的なものに、くしゃみです、うん、はい、くしゃみって私英語でなんて言うのか知らないですね。スニーズインと言います。スニーズイン、スニーズイン、はい、スニーズイン、うん、で、くしゃみをする時の音、日本語では何て言いますか。ハクション、ハクションですよね、はい、うん、英語ではアチュ、アチュという感じですね。あ、まああれですよね、日本語で、日本で犬のこととか、ね、猫がニャーニャーとかっていうのはやっぱり英語だとミューミューになったりとか、はい、犬がワンワンだとなんだっけ、バウバウ、バウバウ、バウバウ、はい、うん、みたいな感じですね。アチュー、アチュー、
であのくしゃみをすると、はい、あのくしゃみとともにいい運が逃げていかないようにあの神様のご加護がありますようにということで God bless you が転じて bless you っていう言葉をあの見知らぬたまたま通りかかった人とかも声をかけたりします。 Bless you Bless you。 あのアメリカではというかあの外国ではですねくしゃみをしたらなんか幸せが逃げちゃうみたいなイメージがあるんですかね。そうくしゃみと一緒に逃げちゃう、なるほどというイメージがあるみたいですね。日本ではそういうことないですね。ないですね。日本ではくしゃみをすると噂をされてるっていうのないですか。ね、なんか1回目のくしゃみと2回目のくしゃみ3回目は悪口言われてるよとか、うんうん、4回目はそれあなた風邪ですよみたいな。そうそうそういろいろありますね。ね、面白いですね。同じことに対してもなんか違いますね。あと、うん、あの目がかゆくなりますよね。はい、うん、アクションコンチクションがあると今スタッフさんからありました。ハクションコンチクションも私静岡に来て初めて聞いたんですが私聞いたことないですよ。静岡の人はハクションの後にコンチクションって言うんですか。あの男性じゃないですかね。そうなの。知らない、大関さん知ってます。なんかうなずいてますけどね。じゃあ、男性だけなんですかねハクションコンチクションはね、はい、面白い。悪魔払い悪魔払いなのコンチクションが。おいろんな文化がありますね。面白い。もうなんかスタッフ参加してきますからね。で、あと目がかゆいとか、itchy eyes。かゆいっていうのは英語で itch っていうんですか。itch。はい。もうあんま知らないですね。でもなんか、あ、うん、かゆい itch。itch。なるほど。なんか虫刺されでかゆい時も、あ、itch とか。itch。あ。なるほど。で目がかゆいときは itch eyes。 I have itch eyes。 あ、その時は I have を使うんですか。あ、そうですね。あ、なんかそういうことって忘れちゃってますよね。うん、うん、I have そうか。 I have itch eyes。 itch eyes。 さあ、はい、あともう一つ、はい、花粉症だとこれもありませんかね。鼻水出て、うん、出ますよね。出て大変で、うん、この絵の通り鼻水がこう鼻からこう走ってるということで、はい、Runny nose と言います。Runny、あ、その走る、ランの物が走ってるっていう、うん、動いてるという移動してるというか。それで鼻水なんですね。鼻水 Runny nose。Runny nose とか Your nose are running とか言いますね。両側から出てたら。うん。あとそのラニーの言い方で、はい、ストッキングが伝線してる、うん、する時もあのツーって線が発するじゃないですか。はい。なんで Your stocking is running。 Your stocking is running。 running こう線が走ってるという感じ。へー、なるほど、はい、うん、そう同じことに対してもいろいろあるなと思いました。はい、面白いですね。なんかでもそうか、花粉症はね、もう、はい、はい、今なんかチャットに答えてというご指示がありましたが何か、ね、質問はあったのかな。これはですね、このチャットが出てこないんですね、この今チャットが出てこない状態に私の手元の、はいはい、よいしょ、はいよ、うん、はい、じゃ答えられるんですが、よいしょ、おお、分からなかったらドキドキさあ、なんだろうあ、なんかいろんな方からありがとうございます。ちょっとね、じゃ あのメッセージ紹介していきたいと思いますけどね。ありがとうございます。もうにゃんとかにゃんにゃんとかにゃんにゃんばっかりまでおっくん良いじゃないかってありがとうございます。ナイスストロークです
ゲロさんからいただいてありがとうございます。ゲロさん、はい、懐かしいねこの賛美歌ってありがとうございます。火曜日スンテレかわいい、天使ママかわいい、最強ついてるついてるって言ってはい、何か質問あったのかな。もし何かね、皆さんリアルタイムでこちらで見ることができますので、何か質問なんかあったらね、お気軽に、言ってくださいね。時計を見るともうすぐ1時ですね。まあね、まああまり気にしないですよ。なんかもうね、12時くらいから始まるんですよ。で1時くらいに終わる感じでね、ゆるくやっていきたいと思いますけれどもね。いや本当に今日はでもなんか花粉症、ほらもう忘れた、ちょっと、花粉症、ポーランアレジー、ポーランアレジーね、花粉症の、私は花粉症なんですっていうのは、I have なんですか？ I have ポーランアレジー、ね、じゃあこれはこれだけはね、みんなで覚えましょうね。自分が花粉症の時は I have ね、have を使うんですね、はい、そう、これ大事ですね。こういうのちょっとこう勉強したいですね、はい、うん、ね、はい、I have ポーランアレジー突然やってくるらしいのでお気をつけください、はい、ありがとうございます。